盆栽エンパイアの皆さん、ようこそ瞬間へお越しくださいました。ありがとうございます。もう心拍で非常に厳しさを表現する、ね、まあ、圏外カスケードのスタイルだけど、このそのシャリミキのすごさ、やはり盆栽の魅力っていうのは厳しさにある、命の尊厳にあるんで、私はこの木をあえてここに今回は飾らせてもらった。はい、樹齢は何年ぐらい？まあ1000年近いと思うけどね、800年ぐらい経ってると思いますよ。木に名前はついて仁王か、あ、仁王ですね。やはり修羅場に生きるっていうことで仁王って名をつけました。仁王、あの仏様の仁王様、仁王っていう名をつけてます。神をつけたね、はい。まあ、京都の東寺の中の、時刻天っていう仏像とこれはコラボしました。国宝と一度コラボして写真を撮ったことがあります。それは今度できる本の中に出てきます。瞬間園は、昭和14年、私のお父さんが、
ここで春花園を開業してちょうど今年で83年を迎えます。そして美術館を作って20周年、ね、それと、私の人生の集大成となる本が出版され、この3つのお祝いが重なったので今回パーティーを開きました。これはもう世界に向けて、海外へ向けての、だからあそこ海ですよね、海のとこに心拍を並べて、あそこにあの歌が書いてある、はい、豪書より作りとなむ伝道に我も小金の国一つ打つ、これは与謝野晶子の歌で、日本文化を私は残したい、日本文化を広めたい、そういう意味でこの歌をここへ取り入れました。これは好きだよね、割と、自分の夢、俺の夢だよね、夢を、それから志だな、夢っていう志を言っているこの、あの歌に、与謝野晶子の歌の中に俺の思いを歌ってるわけだ。